はい、YouTube チャンネル、オレちゃん、陽介海賊団ゲーム実況をご覧の皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。陽介さんです。はい、始まりました。また、ウィーニングイレブン2015、ビカムアレジェンドファンタジスタ実況ですね。誰も見てないと思うんですけど、またちゃっかり、やっていきたいと思います。リーガエスパニョーラですね。今回は9節になりますね。我らがエイバル対エスパニオールエスパニオールの試合ですね。はい、今日もじゃあちょっとゲームプランを覗いちゃいますか。ゲームプランを、はい、また見てください。陽介選手スタメンです。はい、真ん中にいますね。はい、スタメンです。はい、いいな。とりあえずこれまたウィーレ久々ですっかりプレステ3自体、これプレステ3なんですけれども、プレステ3自体を起動するのも久々で、前回素敵なお金持ちのマダムさんに向けて放送したところ、プレステ4を買っていただいたので最近はもっぱらプレステ4をやっています。キックオフ。唯一この俺ちゃん、この陽介海賊団ゲーム実況で、これ唯一この Wii でのこのゲーム実況では好き勝手喋れるっていう邪魔が入らずに好き勝手喋れるっていう感じでお届けしてるので、ゆるーく、はい、本当はお正月休みに一緒にみんなでゲームして、テレビ画面を見ている間で見てください。はい、今日もエスタディオヌエボトリウンフォから、はい、お送りします。実況ジョンカビラでお届けしてまいります。ジョンカビラさんです。ナナミさん、よろしくお願いします。こんばんは。はい、ナナミさんです。そう、本当にもうプレイステ3自体本当久々で、ウィーレもこれまたちょっとこの実況までちょっと日が空いてしまったんですけれども、さあ操作がまたいまいち忘れてますよ、陽介選手どうしようかな。はい、始まりました。はい、ボール持ちました。はいはいはい、とりあえずパスとりあえずパス。あ、このユニフォームは初めてじゃないですか。あ、ちょっと、あ、なんか間違えちゃった、間違えちゃった。パス大きかった。これはカット、スローインです。クロス低い、チャンス。あ、惜しい。まだありますよ、モレノ。これはクリアします。とりあえず活躍するのがあれですよね。ゴールキックとなります。いやとりあえず点をね、またゴールを決めたいんですけれども、エキサ、あ、全然ダメですね。どうしよう、この下手さ加減。縦にボールを送ります。流れを止めます。セビージャ、サイドを縦に走らせます。やばいよ、やばいよ、危ないよ、危ないよ。あ、よかった。今のところはまだ両チームとも慎重な立ち上がりを見せています。慎重な立ち上がりです。
まあ、この ウィーレの実況を何度かご覧いただいている方はもうご存知かと思いますけれども、完全にもう、ここは読んでいました。スーパープレイも攻略的なプレイも何もない感じなので、本当にただただサッカーの試合を見てもらう感じです。立ち上がりからあまり動きのないゲームですね、うん、両チームとも非常に固い入りだなっていう感じがしますね、はい、あ、このパス超えるか、やばい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 よやばい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 よ、あ、危ないですね。素晴らしいグランダ製のシュート、決まりませんでしたけど、低く抑えの効いたいいシュートだったと思いますね。キーパーはハイメ、どうする、あ、ここで受ける、あ全然ダメだ、どうしよう。セビージャ、モレロ、これをカットします。長いボール裏へ落とす、面白い、これはオフサイドはない、ここ抜け出しましたね。リダク、本当に久々すぎて、もう毎回久々って言ってるんですけど、抜けてくる、シュート、惜しい、わー、いいシュートでしたね。あー、枠の左、唯一好き勝手本当に喋れるのがウィーレなので、好き勝手喋りますけれども、皆さん よかったらこの俺ちゃん洋介海賊団ゲーム実況、まあ、いろいろとゲームもあといろんな何でしょう、やってますんで、なんかいろいろやってますんで、よかったら見てあげてください。ハビロペス、あんまりね走ってると体力がもう最後の方クタクタになっちゃうから、こう温存しとかないとダメですね。この状態で陽介選手はここにいますから。セビージャ、来たよ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 、はい、パス通らない通らない、ダメだ、どうしよう。アビロペス、こんなにパスって難しいもんだったかな。さあ、この攻防、エキサ、さあ前線へ、なんだろう、俺が十字キーでやってるからダメなのか。もう40分です。ヘッド、あー、いい攻撃でしたね、今のは。飛ばします。これは先に触ります。サイドを使う。マヌデルモラルへのボール。はい、パスパス。はい、パスパス。パスパス。浮かせて裏を狙う。ダメだ。もうね、すっかりパスもね、来なくなっちゃいましたよ、もう。ミスするから。セビージャ。うん。もう、あれですよ。村八分的な感じですよ、もう、陽介選手。スクイーボール。はい、ここで前半終了です。0対0。まだスコアレスです、はい、エイバル対エスパニョール前半を迎えていかがでしょう、はい、0対0です。攻撃状態は選手の入れ替えによってリズムが変わることがありますからね。なるほど、サクサクっと後半へ進む。
これドキドキタイムです。そしてそれを支えるサポーターの期待、あ、大丈夫、変えられてない、まだ大丈夫、これでちょっと活躍したい。とも親指が痛いけど活躍したい。どうしよう、来い。後半スタートしています。ちょっと違う。最近本当にいろんなゲームをしてて、まあ、プレステ4を手に入れたっていうのもあるんですけど、ここはファールを取られます。いろんなゲームを本当にしてます。カード出ちゃった。でもプレステ4の実況自体は YouTube では上げてないんですけれども、前線へ出す、今やってるゲームが、エボルブっていうゲームで、すっごい面白くてハマってます。はい、そんなプチ情報を挟みながらお送りしてる、ビカムアレジェンドなんですけれども、いいか、誰もどうせ見てないしこれね、すっかりね、本当ね、なんでしょう、この俺ちゃん自体そのずっと限定公開とかでやってたんですよ、これね、チャンネルとして、で俺ちゃんメンバーとかって言ってね、いるんですけど、全くなんだろう、コメントすらも入ってこない見てるのかも怪しいっていうぐらいのまあいいか、そこには あまり触れずに。この試合はよく守っている印象ですね。はい、パス。そうですね、うまくしのいでますよね。これだけしつこい守備をされるとそうそう崩せませんよね。びっくりよ、俺ここだよ。さあ、ポイントはこのディフェンス陣の集中が最後まで続くかということになってきます。惜しい。長いボール裏へ落とす。通らない。やばい、そろそろなんか変えられちゃいそうな予感。やっぱり変えられてしまいました。デイバさんと交代させられちゃいました。あそこのところ、はい、ここからまたもうお約束のサッカーゲームの試合を皆さんと一緒に、見る実況、惜しいに変わりました。まるっきりいいところもなかったので、はい、陽介選手引っ込められちゃいました。はい、後半20分を経過しました。このパス超えるか、ゴールキックです。これでもずっと本当は自分 Wii でこれ購入してからというもの、これしかやってないんですけど、もっとあれがあるんですよね。その何だろう、マイクラブを作ったりとか、いろいろなその遊び要素がいっぱいあるので、まあ今更かんですけど、これからやる人とかいらっしゃいましたら、いろんな楽しみ方で遊んでください。はい、本当にサッカーゲームで。ね、もう前線へ出す、面白いので、浮かせて裏を狙う、シュートレンジです。来た、あ、決めました。やったね、ここへ来て試合が動きます。やったね、エイバルやったね。はい、飛ばします。今のシュート前の、人のいいプレーは飛ばします。あれで勝負あったという感じでしたよね。まあ、ファーストコントロール、これ本当次からもうスタメンも危ういんじゃないですかね、陽介選手、はい、このまんまいくと。そうですね、今シーズン2ゴール目です。1対0先制しています。あ、ゴール決まった、速攻同点ですね。うわ、エスパニョール食らいつきます。ここで同点、
同点、カイセド、カイセド同点、カイセド最後はキーパーと勝負という場面でしたね。落ち着いてよくキーパーが見えてますよね。完全にこれもう1対1、あーうまいですね。カイセド、シーズン5ゴール目となります。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。さらに出てきました。もう1点取りに行きたいところでしょうね。縦にボールをつないでいきます。カットです。本当よくできてますよね今のゲームは。スペース出ましたね。コースが空いたか。オフサイドかと思いましたけど、これありませんね。絶好の得点機、ものにできません。気の抜けない時間帯になってますよね。前にあの言われたんですけど、そのこの ウィーレの自分のこの実況、ゲーム実況、まあ交代させられてもベンチでベンチ引っ込んでやることないのによく実況できんなみたいなそんなことを言われたことがあったんですけど、まあ頑張ってやってます。シュールなゲーム実況という感じで、多分シュール要素はないと思うんですけど、ディフェンスの、ね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。いやぼちぼち時間が、これ逆転したいですね。エイバルチーム、アイメ飛び出してキック、飛び出してキック、お取った、お来たよ、おーボール裏へ落とす、いい形ですね。このボールをカットします。あ、戻しタイム、あ、これラストチャンスじゃないですか。ああ、あと少しでした、あと少しでした。あ、本当次からもうスタメンで使ってもらえなそうな感じですね。やばい、もうバルセロナでプレイしたいなんて大口叩けなくなってきましたからこれエキサ、時間がないですから、どんどんプレッシャーかけないといけないですよ。お、チャンスですよ、これ。打てる。ボールがこぼれる。あ、ここで。はい、今回エイバル対エスパニョール1対1です。同点。残念ながら陽介選手は全くいいところが、はい、今回もいいところがありませんでした。はい、まあ、このウィーレの実況自体不定期で時間が空いたらやっていきたいと思いますので、好き勝手なことを喋、はい、れる唯一の自分の唯一の隠れ家なので全然隠れてねえっていう感じなんですけど、やっていきたいと思いますので、はい、これに懲りずに、懲りずにってなんだ、はい、お願いします。本当土下座でお願いします。毎回こんな感じなんですけどね、はい、バルセロナまた勝ってるね、 1-0 で、はい、じゃあ今回第9節ですね、リーガエスパニョーラ第9節、エイバルチームの陽介選手をまたビカムアレジェンドで、やってきました。はい、で今回は負けて、あ、同点ですね、同点になってしまいました。また次回、はい、スタメンもちょっと危ういんですけど
はい、頑張りたいと思います。はい、こんな実況最後までご視聴していただいた方本当ありがとうございます。はい、また次回本当に、死ぬほど暇な時に見てください。はい、ありがとうございました。